はい、こんにちは。ちょっと前に動画かライブで話したつもりになっていて、実際は X でちょっとつぶやいただけだったアメリカの銀行の支店閉鎖について、今日はお話しさせてください、えー。まずですね、銀行の支店の閉鎖っていうのは、まあ、銀行そのものが突然つぶれる以外は、前もって計画的に届け出なければならないことになっています。 なので、閉鎖の時期と閉鎖される支店の住所っていうのは、前もって知ることができます。で届け出を受け付けて、支店閉鎖の発表を行う公的な機関,機関に、The Office of Comptroller of Currency っていうのがあって、私はそれを参考にしています。そのサイトへのリンクはディスクリプションに貼っておきますので、届け出の一覧などを直接ご覧いただくことができます。 ではクイズ。クイズです。2023年アメリカの銀行の支店がいくつ閉鎖されたと思いますかこれ今考える時間です。とですね、なんと1566もの支店が閉鎖されています。一応閉鎖の方だけじゃなくて、 新たに開設された支店の数もお伝えすると、二千二十三年は四百七十二の銀行の支店が新規オープンしています。ではまた質問です。どの州の銀行の支店が一番たくさん閉鎖されたでしょう。これまた考える時間。多分皆さんが想像した通りカリフォルニア州でした。三百ぐらいの支店が二百二 200じゃない2023年閉鎖されましたなんか減った方ばかりに焦点を当てると偏るので一応銀行の支店が増えた州も紹介するとアーカンソーミシシッピネブラスカオクラホマサウスカロライナテネシーウェストバージニアワイオミングとなっています。去年年に私の記憶では 先陣を切って支店をガシガシ閉鎖し始めたのはウェェルズファーゴとチェース銀行だったんですねで2023年ウェルズ・ファーゴ銀行は312の支店を閉鎖でチェース銀行の方は157の支店を閉鎖してで今月ていうか今年はもう随分小さな規模なんですけれども今後もさらに支店を閉鎖することを決定しています。 で、今、改めて調べてみたら、PNC バンクが196、これ去年なんですけど、US バンクが178の支店を占めていることが分かって、ちょっとびっくりしてます。どうしよう、私、US バンクにも口座を持ってるんですけど。で、大量に支店を閉鎖した銀行たちが公に言っている理由は、オンラインバンキングが随分進んで、店に来る顧客数が減ったからです。これはまあ、聞いて、うん、そうだろうねと思います。 一方で JP モルガンは今後3年間2027年までに500以上の新しい視点を展開するっていう発表をロイターかどこかで見かけました。で、公の理由は店頭でお客様と接することはとても大切だからということです。うん、それもそうなんですけど、チェースとモルガンは真逆の方向に進んでますよね。変なのと思います。 JP モルガンって2023年末の時点ですでにアメリカの銀行の中で支店数が一番多くても支店がああ、ったんでですすすねでさらに増やす計画ですあそうそうところで去年あっという間に株価が暴落して潰れそうになって、まあ、結局モルガンが救済したというか救済させられたファースト・リパブリック・バンクってあったじゃないですか記憶に残っていらっしゃる方も多いかと思います。私去年の夏に サンタバーバーラに行っって支店見て大空いて見ると思ったで84あったファースト・リパブリック・バンクの支店を JP モルガンは合併の直後に21閉鎖したんですね。で残っている6十の支店のうち今後30を閉鎖してさらに20の支店を JP モルガンっていう名前の支店に変える予定なんだそうですうーん支店を3年で500増やすってどこかの銀行を吸収合併する予定でもあるんでしょうか ちなみにですね私が口座を持っているもう一つの銀行バンク・オブ・アメリカは12月末の時点での指定数は3,845もあったんですよね。まあ、モルガンに次いで第2位で第す で,1でも1月に入ってから、まあ、去年もいっぱい閉めたんですけどアメリカで閉鎖された銀行の支店1月139あったうちそう1ヶ月ででも閉まったんですよそのうちの3分の2がバンクオブ・アメリカと TD ・バンクこれ多分カナダオンタリオの銀行あと キーバンクだったんですよねでこれからもっと閉鎖しますとはっきり言っているバンクオブアメリカがもしかしたら今年のアメリカの銀行支店閉鎖トップランナーになるのかもしれないですで1月は支店閉鎖のラッシュでしたで多い時は1週間で37も閉鎖になったのがちょっとびっくりですで週ごとに発表されるリンクをいくつか見てみたらこれリンクに貼ってる リンクはディスクリプションに貼っているんですけどそのリストを見てみたら知っている銀行の知っている視点が結構あってですね時代が大ききく変わっっっっったたこととを痛感してていいまますすかけはやっぱりコ,コロナだったなぁと思っています一昔前は銀行口座って銀行の支店に行って開けていたし、うん、ドルから円の両替だって普通に口座を持っている銀行でやってくれていました。 そして受け取った小切手とかも ATM に持っていくか ATM が信用できない人は銀行の中の寺にやってもらって自分の口座に入れてたんですね。で2020年にコロナで大変だってなってから銀行の営業時間がもうなんか不条理に短くなって日中に足を運んでもドアが閉まっていて営業していないことが増えました。で ATM に行っても ATM に現金が入っていなくて現金を下ろせなかったこともありますで。まあでもそれでも最初の頃はコロナがどれくらい怖いかあんまりよくわからなかったので、うん、3月半ばにいきなりリテールだけでなく市役所も裁判所もまあ極端な話警察署もあっという間に閉まってしまった時銀行が同じように閉まってもまあ仕方ないよねって感じました。 でも、ちょっと落ち着いた後も、テラー以外の銀行員と座って複雑な話をするのには、例えばローンとか予約が必要になって、銀行っていうのは基本ウォークインしても助けてもらえない場所になってしまっています。前はね、ウォークインしたら、 順番待ちでで話聞いてもらえたんですよなので高齢の方が銀行に来ても予約がないので相手にされずなんかぶち切れたりとか泣いたりしている場面に私何度か遭遇しましたでそれとはもう全然別に現金っていろんな人が触っていて汚いのでお金に触ることで流行り病がうつるかもって思った人も少なからずいたみたいなんですね。で,できるる限りオンンンンラインバンキ,ング,バンキングを利用するようになっったた人も多かった 多かったと思いますで。私も時代の波に対応せざるを得なくてですね各種支払いはほぼ全部オンラインに切り替えて小切手のデポジットも携帯で写真を撮って家で行えるように習得して自分でも信じられない銀行に行く必要が激減しています。 でまあ、ごく一部なんですけれども私はこれは現金払いって固く決めているサービスがいくつかあるのでそのお金を ATM でですすだけ銀行に行にくかもしれないですでコロナっていう事情が事情だったとはいえですねウォークインを著しく制限した結果銀行のサービスの低下に気分を害した多くの人たちがもう,もう銀行には行かなくなったっていうのも事実かと思います。 で銀行だって店舗の家賃あと店店舗の中で働いている従業員の給料を払わなくちゃいけなくて馬鹿にならないじゃないですかなので私が頭取りだったら同じ決断決断をしたような気がするだからこそ JP モルガンの逆行に違和感を感じます。もう一つただの一般人 もう超超一般人っていうか無職の私の懸念があります。銀行の支店が閉鎖されると、大抵の場合そこにあった ATM もまあ、なくなりますよね。ATMATM ATM 残すところもあるんですけど、で通常自分の銀行の ATM で自分の口座のお金の出し入れをするときには手数料は全くかかりません。でも他の銀行の ATM でお金を引き出そうとすると当然ながら手数料がかかることが大半です。これ。 自分の銀行の ATM が家の近くになくなると手数料を嫌って現金を引き落とす人がさらに減って世の中さらにオンライン化デジタル化が進むことってないですかなんか私何でもかんでも疑って裏があると思いすぎ銀行のの閉鎖はもちろんアメリカだけでなくヨーロッパでででもどんどん進んん進いるようですで以前いただいたコメントで日本もそうだなんか不便だって聞いたことがあります。 これ CBDC とも関係あるんだろうか世界中で CBDC が導入されれば一般の銀行を介さず、ま、いわゆるいわゆる強調,強調ですよ中央銀行を通して直接リアルタイムで送金することができるようになりますよね。うーん CBDC が近い将来広く使われることを想定すると一般の銀行はやっぱり支店は減らすだろうな。 増やす jp モルガンってなんででしょう？ちょっとしばらく cbdc について調べてない。ほったらかしになっているので、近いうちに今どうなっているのか、また調べてみようと思います。今日は、うん、なんかご縁のあった、行ったことのある銀行の支店がいくつも閉まって、疑心暗鬼になっている会でしたということで、ステイセイステイハーフティ。